本日は市場で買ってきました、メイタカレー1匹490円と、ハリイカですね、1匹400円をさばいてお刺身で食べたいと思います。はい、ではまずハリイカからさばいていきます。頭の薄皮をめくる、よいしょ、はい、ちょっとイカの隅を破ってしまったので、頭と体解体できましたけど、ちょっとこの頭の部分がこれ何が何かちょっとよくわからなくなりました。まあ、一旦これ置いといて、ね、こっちの頭の部分の皮をめくっていきます。耳取ります。耳の部分の皮も取ります。よし。じゃあちょっと洗った頭を割ります。あ、なんか先っちょ、ここの先っちょはこれ食べれないって言ってました。これちょっと捨てます。頭を。これは多分くちばし、目玉。はい、では続きましてメイタカレーですね。これは生き締めしてもらったやつです。さっきまで泳いでました。これもお刺身にしていきます。手入れたりか、よいしょ、そうですね、ちょっとぬめりがすごいので一旦これ敷いてさばいていきます。もよし、ではお腹側、真ん中に線を入れて、はい。
では、5枚おろしができました。これはね、なんかあの唐揚げにして骨ごと食べれるっていうふうにおっしゃってたんで、これも唐揚げにしてもらいたいなと思います。皮を引きます。はい、ではこちらメイタカレーとハリイカのお刺身の完成です。ちょっと薄く作ってみました。まあそもそもちっちゃい魚だったので薄く作りました。これはちょっとゲソを持ってます。で、こちらが残りになりますので、これは何か調理ができるかどうか調べて、調理したいと思います。はい、おしまいです。ありがとうございました。